つうかさっきから落ち着きねえぞ若、不審者っぽい。え、不審者？そうか、ビクビクしてちゃダメなんだ。堂々としよう。所詮水着だもんな。よし先輩、これなんかどうですか？すげえ、なんて堂々としたセクハラだ。月刊少女の野崎か。若松くん、ちょっとジュース缶の付き合ってくれない？あ、あ、はい。ごめんね、ゆずきが引きずってきちゃって。若松くんがいてびっくりした。もしかして桜先輩、俺を連れ出すためにわざわざ。最近何か面白いことあった？そうですね、演劇部が合宿行くとかで野崎先輩も参加するって聞いたんですけど、その時の話が。戻ろう、今すぐ水着を選ぼう。ほら早く。月刊少女野崎くん。どっちが野崎くんの好みかな。今度は千代ちゃんにべったり。大丈夫かな。で先生、さっきの下着買うの？あ、うん、なんだかんだであいつが初めて私に選んでくれたものだからな。先生、もしかしてあの男のこと？これをつけてさ、あいつに言ってやろうと思うんだ。今お前が選んだダッセピンクのブラつけてっけど、マジセンスねえな。ダメ出し。月刊少女野崎くん。結局二人は付き合っていて、夏休みに一泊旅行するらしいです。水着も買ってました。予想以上に生々しかったな。聞きたくなかったな、そんなこと。この事実も踏まえてこの前の相関図に書き足しておいたので、どうぞ。え、いや、俺の漫画は青春派だから下ネタはちょっと。イラストも書いてみました。お前冷静なのか混乱してるのかどっちなんだ。頑張りました。だいたい足すって何よ。若松、俺はこのイケメンが誰なのか分かったぞ。え、あの鹿島先輩かっこよかったです。女の人だったんですね。なんだその反応。いえ、自分の行動を思い返すととんだ変態だなって。は？鹿島